下駄。競技では、足の両側にわたる横を、つま先側の前つぼに固定する短い眉が、花尾であり、講義ではそれらすべての糸口全体を指して、花尾という、造ウいずれも、白い横に、茶色の前をイコール花尾が付けられている。西洋由来の女性用サンダル。左は花尾に当たるトングのあるタイプ、右は横のみで、花尾のないタイプ。 いずれもかかとの部分を別の方法で固定している。鼻緒は、下駄や草履などの履物を足に固定する仕組みで、競技では前を、すなわち履物のつま先側にうがたれた前つぼにすげて、履物の両側に渡された横を固定する、紐状ないし体状の糸口を刺す。展示で、より広い意味では、横も含めた糸口全体を刺すようになり、さらに西洋起源の履物としてのトングサンダルなどの、 同様の仕組みについても、花尾という言い方が用いられる。穴が三つうがたれた下駄は古墳時代の遺物にも見出されるが、それがどのように糸口をかけていたかは判然としていない。平安時代末期に描かれた絵には、花尾のある下駄が描かれている例がある。おおむね、平安時代までの日本では、下駄の糸口として一本の紐を両側と、 つま先側の合わせて三つの穴すべてに通して用いていたとされる。鎌倉時代になると、花尾がなく太い横尾だけがある、尻切れ、おぶとと称された造りが普及した。その後、両側に渡した横尾に、花尾イコール前をかけて、前壺にすげるようになり、さらに、江戸時代末期に、横尾と花尾イコール前を一体化させたものが普及して、著全体が、 鼻尾と称されるようになったという。また、装飾的な衣装を施したものなどに、鼻糸口の字を当てることもある。鼻尾は、足の親指と人差し指の間に挟む形になるが、付け根の股に近すぎるところまで、深く履くと、履いているうちに痛くなったり、擦り傷ができたりすることがある。これを防ぐ意味でも、草履や下駄の場合、足指の股と鼻尾の間に、 指一本が入る程度の少し浅めの足入れで履くのが良いと言われる。幼少期に鼻緒のついた履物を用いることには効用があるとされており、土踏まずの形成や浮き跡、足圧分布、姿勢の改善に効果があるとも言われている。鼻緒で足に固定する履物を履いての自動車の運転操作は、それだけで道路交通法等に触れるわけではないが、都道府県条例などは、 鼻緒が切れる恐れのある状態や靴下を履いたまま鼻緒のある履物で運転することを事実上禁じている。ありがとうございます。